まずはモバイルのメールの方では先にお伝えさせてもらってたんですけど、皆さんに、ご迷惑ご心配をたくさんおかけしてしまいました。本当に自分自身の意識がまだまだ低いことが招いた結果だと思ってます。はい、すごく自分自身恥ずかしいし、すごく情けないなと思います。はい、申し訳ありませんでした。これからは今以上にアイドルとしての自覚を持ち活動していきたいと思います。はい、応援してくださる皆さんの信頼を取り戻すことは難しいことですけど、アイドルとして応援したいなと思ってもらえるようにしっかり頑張っていきたいと思います。はい、なかなか今日も SNS が更新できず申し訳なかったです。明日から、少しずつですが更新していけたらいいなと思ってます。はい、こんな私ですがこれからも頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。今日の朝ごはんは シューマイを食べました。朝からシューマイ、基本最近は夜食べたいものを朝食べてるので夜にシューマイが食べたいなと思ったので朝に食べました。
からしはつける派、からしはつける派です。最近よく弟からとお姉ちゃんから犬の動画を送ってもらうので、それをずっと見てます。はい、ですね。あんこちゃんって言います。この前は愛犬の日だったので、はい、うん、その日のもう弟からもらった動画を見てました。うん、犬と猫どっちが好きですか？犬ですね。ワンちゃんの方が好きです。はい、スチューデンツのチャーハン面白かった、ありがとうございます。でも私はその日日直だったので作ってないんですけどね。はい、美味しかったです、すごく。この前のスチューデンツは麺を作りました。最近はなんか最近っていうか、ここ1ヶ月ぐらいは、なんか自分の MV とかを見返すことがやっぱり多いかなって思います。何の MV が一番好きですか？風を待つ暗闇、風を待つも、なんだろう、ワンカットで撮ったいい思い出の MV ですね。はい、メイキングが素晴らしい。確かにメイキングはなんか自分ではあんまり見たくないんですけど、メイキングの方はまあでもそこも見どころかなって思います。
NG のやつたくさん見た。そうだね、あのテイク9、10撮ってるので、うん、それも見どころですね。あ、ボム買いました、ありがとうございます。そう、2日で10テイクなんです。うん、そういう MV を見返してます。ぼーっとですかね。大好きな人の最初のシーン、確かに大好きな人もすごいなんか物語がある MV なので、よくよく見てみると、うん、はい、何回でも見たくなりますね。今日は短い時間ですが、これで配信は終わりたいと思います。はい、見に来ていただいてありがとうございます。最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、こんなですが、明日からも少しずつ SNS は更新できたらいいなと思ってます。引き続き応援してくださる方、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。